この花火は世界文化遺産厳島神社の大鳥居の修復工事が完了したことを記念するとともに、旅行の閑散期に観光客を誘致しようと、廿日市市や商工会議所などで構成する実行委員会が初めて企画したものです。昨夜は県の内外から多くの人が宮島を訪れ、大鳥居のそばで打ち上げられた大迫力の花火に魅了されていました。すごい綺麗だったし、やっぱりコロナとかで自粛が続いてて、花火も私自身は本当に3年4年ぶりぐらいに見たので、すごい感動しました。この週末花火は宮島で今月の21日と28日、来月12日には宮浜温泉沖で予定されています。